前半の部分は以上でして、まあ地震が起こらないと、まあ、被害がわからないから、建物の設計法が良くなっていかないというような、ずっと流れで、研究が進んできたっていうことをちょっとご承知おきいただきたいなと思いまして、歴史の方をお話しさせていただきました。それじゃあ残り20分ほどですけれども、まあ、今の話とそれから、まあ、今の話についてちょっとご説明したいと思います。現状の耐震設計っていうのはですね、こんなようなルールになってまして、高さが60メーターを超えるかどうかということでまずふるいがかかっています。で、60メーターを超えますと少し高度な設計で、時刻歴応答解析、これコンピューターをどうしても使わないといけないんですけれども、やるわけです。で、専門家がですね、建物の設計が OK かどうかをチェックしまして、で、最終的には国土交通大臣がこの建物を建てていいよということを認めて建設が行われる。で、動的解析、動的設計って言われる方法を取ります。これまたちょっと後ほど簡単に説明させていただきたいと思います。それから佐野力先生が提唱されて、田野橋亮先生の考え方を盛り込んだ静的設計の考え方がこの右の3つですが、これはまあ一番よく使われるのが保有水平耐力計算というものでして、これは各都道府県にいらっしゃる行政担当の方がチェックをして建てていいかどうかということを判断するということになります。で、まずは静的設計の方から現状どういうふうに耐震設計をなされているかということをお話ししたいと思います。建物にまあ地震の荷重が一方向からゆっくり働くということを一番最初に静的設計の時にお話ししたわけですが、この時の地震の荷重と水平偏見の関係はこの赤い色の線で書かれることになります。先ほどはこの途中でカーブが曲がるような絵は描いてませんでしたが、変形が進んでいきますと柱や梁が少しずつダメージを受けまして、建物の耐力が上がらなくなっていくということが、このグラフで言えることです。で、設計としてましてはレベル1とレベル2、1次と2次という2段階の設計を行います。で、1次の設計は佐野先生が考えられた方法でして、2次の方法は田橋先生が考えられた方法に基づいています。まず1次の方について説明させていただきますと、この比較的小さな地震動っていうのは最初に申した震度5行くか行かないかぐらいのレベルの地震だとお考えください。で、こういった建物が地震を受けますと、まあ、この縦軸でいきますとこの水平の点線のところまで荷重が増えて変形するわけですけれども、この段階でですね、まあ、全ての部材、柱や梁や筋交いなんかが、まあ、断線といって力を除くと元の変形に戻る、元の状態に戻るということを担保しないといけません。例えばこの青い点線のような力と変形の関係、地震荷重と水平変形になる建物があったとします。で、この場合一時の荷重まで1回上がって力を除きますと、ここに落ちてくるわけですね。こうなりますと建物に変形が残って建物が傾いたまま使わないといけないということになりますから、中小程度の地震であれば建物は原状復帰をしましょうというのが一時のレベルの考え方です。またその荷重がかかった時に建物の変形地震がそれほど大きくないということも確認しましょうということになっています。例えば建具とか配管、窓ガラスなんかが割れてしまうと直さないといけませんので、そういうものが壊れないようにするために建物の変形が階高の1/200、だいたい階高っていうのは3メーター強から4メーターぐらいあります。仮に4メーター、400センチとしますと、地震の時に、この一つのフロアが2センチぐらい水平方向に移動してもいいよというようなルールになっています。で、続きまして今度は2次の設計ですが、これは建物が大きな変形を生じた時に、この青い点線で示される要求耐力よりも地震の荷重が上回れるようになってましょうというのがこの2次の設計です。先ほど申した田橋先生のポテンシャルエネルギー、この黄色い面積で囲まれる領域のことを言うんですが、このエネルギーの吸収性能をちゃんと確保することっていうのが、まあ、2次の設計で求められることになっています。で、この静的設計に必要なのが地震の荷重をどうやって考えるかということなんですが、先ほどこう示した固有周期と加速度の関係、
加速度あるところまで固有周期が短くなりますと、こうだいたい一定になる傾向を持っているんですけれども、この加速度と固有周期の関係を、まあ、たくさんの地震動に対して、まあ書いてみまして、その、まあ、ある程度崩落するようなカーブとして建築基準法ではこのようなレベルで考えられています。例えば固有周期が1秒ぐらいの建物ですと、縦軸の値が 1G、 いわゆる重力加速度まで考えましょうということになります。で、固有周期が長くなりますと、この加速度が落ちていきますから地震力を減らしていいですよというふうな方法になってまして、まあ、超高層になりますと固有周期が3秒、4秒、場合によっては5秒とかになりますので、かなり地震力を減らして設計できるということになります。で、以上がまあ静的設計の考え方でして、もうちょっと高等な動的設計の方の考え方は、これはいわゆる微分、積分ですね、ごめんなさい、積分を使って、まあ、計算をしていかないといけません。まあ、ある瞬間の変異と速度と加速度が分かってたときに、その変異と速度と加速度のうちの加速度が一定のままちょっとだけ時間が増えたというふうに考えまして、次の瞬間の速度を想定します。で、それからまあ次の瞬間の変異も想定できます。そういうことをちょっとずつ逐次積分していくことで、計算していくというものになります。まあ、建物がこんなふうに揺れることをですね、シミュレーションするということになります。地震動はですね、地震動はその地域に、想定される実際の地震動を、使って設計するということになって、まあ、設計の項目としては、まあ、先ほど説明した静的設計と同じように2段階、ちょっと弱めの地震動に対しては、部材の変形が限界の値を超えないこと、それから体力が十分あることをもっと大きな地震動で確認するということになります。で、まあ、こういった耐震設計ができまして、数値解析、数値シミュレーションなんかもできるようになって、耐震という構造物だけではなくて、今は制震とか免震とかっていう構造物がかなり使われるようになってきています。で、耐震というのは、まあ、通常柱や梁、もしくはブレースなんかで筋交いなんかで構成される、この左側に書いたようなもの、これが、まあ、耐震設計された構造物です。で、真ん中にありますのが制震構造っていうもので、まあ、ダンパーと言われるような装置をですね、建物の中に組み込みまして、このダンパーが変形するダメージを集中して受けるということになります。免震構造は一番右側にありますように、建物の基礎部にアイソレーターと呼ばれる柔らかいものを仕込みまして、このアイソレーターが変形するということになります。まあ、こんなふうな変形が起こるわけですね。で、まあ、ダンパー、制震構造ですとダンパーが早くに、ダメージを受けることで、このダンパーの部分に、ダメージを集中させて、他の白い柱や梁の部分は守ろうという、そういう構造です。免震構造は先ほど申したようにアイソレーターが変形して建物に力を伝えない、まあ、真島健三郎さんが訴えられた重構造がまさにこの免震構造で、柳のようにアイソレーターが変形して建物に力を伝えない、そういうふうな構造です。これは構造計画研究所という会社がホームページで掲載している実際のシミュレーションの結果です。先ほど申した数値積分を行いますと、画像化するとこんなふうな映像が得られまして、左側の耐震構造はかなり大きく揺れているのが分かると思います。から免震構造の方はこのアイソレーターの部分がかなりこうゴムのようなものなんですけれども、かなり大きく変形しているという様子が分かっていただけるかと思います。で、免震構造とそれから制震構造の、少しちょっと解説をしたいんですけれども、免震構造っていうのは先ほど申したように、まあ、アイソレーターが大きく変形してゆっくり揺れます。ゆっくり揺れるっていうことは固有周期が長くなるということになります。こんなふうに右の方に移動するわけですね。で、さらにですね、アイソレーターで、エネルギーをちょっとだけ吸収しますので、このエネルギーを吸収しますと点線のプロットが少し下がってきまして、実際の応答はですね、この右の方にありますプロットのところに来ます。まあ、見ていただけますと免震構造は加速度がかなり大きく低減しているということがお分かりいただけるかと思います。一方で制震構造はですね、ダンパーがエネルギーを吸収しますから、もともとのこの青い点線、赤い点線がぐっと下がってきます。で、ダンパーを入れることで少し硬くなりますので、固有周期が短くなります。で、実際のプロットはこういうところに応答が来まして、まあ、ダンパーでエネルギーを吸収することで、応答を下げてやるというような、そういうような仕組みになっています。
まあ、精神構造にはまあいろんな方法が今提案されてまして、まあ、かなりのメニューが用意されているで、今日はちょっとこれはご説明できないんですけれども、まあ、また何かの機会に、興味があれば聞いていただければと思います。さて、以上のようなことが現状で行われている耐震設計に相当するところなんですが、少しちょっと問題提起として、巨大地震についてお話をしたいと思います。まずこれは中央防災会議のホームページに掲載されている、日本地図でして、南海トラフっていうのはこのよく聞かれる南海トラフっていうのはこの水色っていうんですかね、青で書かれているこの線の部分になります。静岡県の沖に駿河トラフっていうのがありまして、そこからずっと続いています。で、まあ、三重県沖、静岡県沖、愛知県沖、この辺を東海域といいまして、高知県沖、和歌山県沖を南海域というふうに言います。でこの色は何を表しているかといいますと、南海トラフの地震がもし起こったとして、想定される最大震度の分布を表したものです。真っ赤な部分が震度7を想定した部分で、高知や静岡、愛知ではかなりの部分で赤くなっているということがお分かりいただけると思います。大阪、京都でも南部の方は黄色、いわゆる震度6弱ぐらいの地震が起こっても仕方がないというようなレベルになっています。で、南海トラフの発生したサイクルを年表で見てみますと、江戸時代の慶長、それから宝永、安政と約100年、150年ピッチで起こっています。安政の地震は、南海の地震と東南海、東海の地震が、別々に起こってるんですけれども、まあ、時間として32時間後、それから昭和に入りまして、これ戦時中になるんですが、東南海地震が起きて、戦後、2年後ですが南海地震が起こっているということです。まあ、東海地震はその間ずっと起こってませんので、空白域が163年今現状で空いているということです。ですので、まあ、もうちょっとしたら起きてもおかしくないというような説明によく使われるこれサイクルなんですけれども、まあ、これがまあ一つの、まあ、情報としてあります。で、まあ、もし東海地震、南海地震が起こったらどうなのかっていうシミュレーションなんですけれども、これが同じく構造工学研究所で、公開されている情報なんですが、まあ、南海トラフ沖で地震が起きたら、波がこんなふうに伝わっていきますと。で、赤い部分が非常によく揺れているところなんですけれども、注目していただきたいのはこの愛知と大阪のこの平野に紫のこの領域がこう固まってて、いつまでもずっと揺れている様子がわかると思います。こんなふうにですね、南海トラフの地震が起きますと、大都市の平野部で、まあ、かなりよく揺れるということが、まあ、指摘されています。まとめますと、まあ、ゆっくりした揺れが長時間続くのが長周期地震動、いわゆる海溝型の地震動の特徴です。で、堆積層の平野部で揺れが増幅してしまうということと、まあ、何度も何度も繰り返し変形を受けますので、まあ、針金も1回じゃ切れませんが、何回もこう折り曲げているとブチッと切れるように、繰り返しの変形で、まあ、柱や針が破壊してしまうという可能性があります。一方でですね、まあ、今のは海溝を中心に起こる地震ですが、内陸の活断層を、まあ、起点として起こる地震もあります。左の地図は近畿地区を、拡大して示したものでして、水本地震調査研究推進本部のホームページに掲載されているものです。まあ、特徴的なものでいきますと、11番これが京都を南北に横切る、三方花折れ断層というものです。発生確率は 0% から 0.6%、かなり低いなと思われると思うんですが、地震の発生確率 1% でも結構高い方でして、まあ、いつ起きてもおかしくないというふうなことが言われるものです。それから18番、これは大阪平野を、南北に、突っ切るものなんですけれども、上町断層、でこれはですね、発生確率が 2-3% でこれはかなり高い方になります。それから一番下に欄外ですが、南海トラフ、これは 70% ぐらいって今言われています。こういうような活断層、まあ、南海トラフは活断層ではないんですがございます。でもし上町断層の地震が起こったらという前提で、震度分布を書かれたもので2ケース想定された結果を示しています。真っ赤な部分が震度7でして、大阪市を中心にかなり赤い部分が広がっていると思います。この京都市でもですね、震度6強から震度6弱の、ピンクからオレンジの領域がこう広がっているのがお分かりいただけるかと思います。まあ、かなり大きな地震が起こるということが想定できます。
で直下地震の特徴なんですが、一撃でドーンと大きな地震が、建物を襲います。でこういう大きな揺れが一発で起きますので、兵庫県南部地震と同様に建物に大きな変形が生じます。で、ここはちょっと照明も何もしてないんですけども、制震ダンパーや制震装置、免震装置が効果を発揮しにくい地震ということが指摘されてまして、場合によっては、例えば免震層の免震のところがもう変形が限界になって建物が地面に当たってしまうとか、制震ダンパーがもう変形できる限界を超えてしまって制震ダンパーがダメージを食らうとか、そういうような可能性が指摘されています。